お米がいっぱいになってる稲穂を見たことない、私も見たことないし、あ、じゃあ見てみたいねって言った時に、あ、これ行ってみようって言って、でそれに入ったのが稲刈り。それがすっごい良かったので、もう来年はじゃあもうこうしたら腰を据えて全部行ってみようと思って行ったのが始まり。僕自身生き物調査っていうのは発見である。オタマジャクシに足が生えてる生えていっぱい泳いでる生き物とかいっぱいいました。やった、すごい。なんか息子がそういうのに興味を持ってくれるのも嬉しいんですけど、私もやっぱり一緒に楽しいんですよ。その数字に表すとか、どういう相関が生き物同士にあるのかとか、そういうところを深く学べて楽しかったよっていう方いましたね。ちょっと田んぼにこれだけいるっていうことにびっくり。やっぱり子どもの頃にこういういろんな体験をさせてあげて、いっぱいいっぱいこう積み重ねていけば、未来を生きる人のために今何をすべきかって考えることが一番大切なのかなってすごく感じさせられるツアーなんですよ。なんだろうな、笹上の昆虫って綺麗なんですよ。都心だともう変な話、カエルって菌を持ってるからあんまり子供のうちは手づかみしない方がいいって言われてるんです。一番初めに行った時は、いやちょっとそんなに近づかない、こんなしない方がいいんじゃないのとかって思ってたんですけど、で子供たちもやっぱ疑問を持つっていうのが一番成長の大事なところだと思うので、どう言ったら受けるのか、どうやったらみんなが興味を持つとかっていうのも常に考えながらやるようには知ってますね。ただ有機栽培をやってるっていうだけじゃなくて、その周りの風景もしっかり、そのお水の綺麗さもしっかりだし、農家の方たちがあぜ道を作って、ああいう綺麗な本当にいわゆる里山っていうようなその風景を作りながら、そのお米を作ってるからこそあんなに可愛く見えるカエルちゃんたちがいっぱいいて、もちろん産地が共同で同じ手法でやるっていうのは非常にいいことだと思うんですけど、田植え時期も違う、植えてる品種も違う、水系も違う、同じ基準ってどこにあるのかなっていうところまで明確にしていかないと、昔はこういう生き物がいたのに今いないんだねっていう発見を、産地側は現実をやっぱ見るべき、生活の中にその生き物を通じて、まあ、発見っていう、それがやっぱ広がっていければいいのかなと思いますね。言ってるそういう努力があるところのお米を買うっていうのが、あ、こういう風景を自分たちも残したいなっていう気持ちから買えるのと、そういうところに行くチャンスがあって行って、その人たちが本当に満足して買えるっていうのはすごく意味があることだし、そういう人たちがやっぱり買ってくれなければ続かないかなと。田んぼに害虫とかいたら無農薬カエルとか食べてくれるし、それだからこそ美味しいのかな、価値があるじゃないかな。その口見てる。生き物調査を長くやってると増やしたくなる。中にホタルが飛び始めたっていうのを聞いて、すごくやっててよかったなっ
ていう農家さんもいますし、